シュートボクシング、ギャビガルシア VS 藪下恵。二人の体格差約30キロの体重差があります。画面向かって左が藪下恵、そして右がギャビガルシア。二人がいよいよリング上で向かい合います。ヘビー級契約3分3ラウンド、怪物退治に乗り出しました藪下。かつて今から17年前スベトラーナ・グンダレンコに勝ったことがあります。あの時は体重差94キロでありました。上を見上げます藪下。全日本実業柔道個人選手権は優勝、そしてシュートボクシングは3度目の経験ということになります。ラウンド1、はい、さあ試合が始まりました。戦う場所、相手は選ばないプロレスラー藪下恵。組んでいく、うわー、キリ大江さん、やはりすごい体格差ですね。いやでも体格差があるんですか。キリ掴んだ、はい、タックルいくか、ね、グランドポジション、そう、 MMA じゃないですからね、はい、あのシングルでタックル取ったところでギャビが拳をね顔面に行ってしまいましたね、はい、おー、強い、あー、ミドル、チアダーキック飛んだ、あー、ハイキック砲台に滑る、蹴りを返した、おーおー、一旦レフリーが相手に入ります。藪下はひるまないですね。そうですね、コーナーに詰められました。ヒヤッとしました。体格差、大江さん、これだけあの体重差あると相当これパンチの威力あるわけですよね。もちろんそうですけど、あのギャビの場合はスピードがあるんですよね、はい、あれこれだけ大きいとさすがにあのパンチも蹴りもスローになるはずなんですけど、はい、危ない、ダウンを取りました。タイムストップ、一旦タイムストップですが、倒れたところに攻撃を加えないようにということですね。今山下がしゃがみ込んだところに攻撃したということで注意が与えられました。しかし先ほどはダウンを取られました藪下です。ローキックも放ちました。さあジャブをついていきます。もともとはあの柔術家ですからギャビは、あ、グラウンド状態の藪下にキック、これはいけないですね、これは危ない、サッカーボールキックになってしまいました。なんということでしょうか、これは危険です。これは大丈夫かな、倒れ込んだ状態でサッカーボールキック、あー、顔が腫れてますかね、どうでしょうか、肩を痛めた、肩ですか、ドクターがリング上に入ってきます。大江さん、はい、ちょっとギャビもシュートボクシングのルールを完全に把握してませんかね。ハグマーズの本能ですよ ね、いや把握はしてると思いますけれども、ただ戦う本能ですよね、流れでね打ってしまうんでしょうね。一旦タイムストップ、そしてギャビに対してレッドカードが与えられます。いや、大江さん、これちょっと藪下の状態がまず心配ですね。そうですね、顔面というか、か、肩を押さえてますよね。グラウンド状態のキック、まあ、ギャビはこれ流れの中だというアピールをしてるんでしょうか。リングドクターが今リングに入ってきて藪下の様子を確認しておりますが、肩外れたか、あ、レフリーが止めますか、止めました。さてゴングが鳴らされまして試合は終了しました。
試合が終わりました。裁定についてはまだ分かりませんが、ギャビが駆け寄ります。藪下を抱きしめました。まあ、これはお詫びしたいという気持ちもあるんでしょう。あ、脱臼ですか、もうあの腕をつりますからね、右の肩ですかね。そうですね。この戦う場所あるいは対戦相手を選ばないのが藪下です。あ、リングを先に降ります。採点についてご説明させていただきます。今、ギャビはですね、確かにあのグランドポジションを蹴ってしまいましたが、故意にやったわけではなく、タックルに入って合わせて故意ではないんですが、あくまで故意ではないですが、グランドポジションを蹴ってしまう、これは、反則、減点は取ります。ですが、故意ではない、下で審議をしたところ、わざと、蹴ったわけではなく、あの流れですが、あくまで、故意ではないんですが、減点は減点として取りますが、内容的に言うと、ノーコンテストの裁定とさせていただきます。よろしくお願いいたします。裁定は無効試合です。ノーコンテストの裁定です。肩の打球の恐れがあってもう全然動かない状態、藪下さんが肩が動かない状態ですので、これ以上は、試合続行不可能として、そうですね、ノーコンテストとさせていただきます。よろしくお願いいたします。今和田レフリーから説明が行われました。サメ組組んでいく、うわー、キリッ、大江さん、やはりすごい体格差ですね。いや、でも体格差あるんですか。はい、タックルいくか。そう、MMA じゃないですかね、こう、あの、シングルタックル取ったところで、ギャビが、拳をね、顔面に打ってしまいました。はい。あー、ミドル。いや、ダンスル、ゲット、飛んだ。あー、ハイキック。砲台詰める。蹴りを返した。詰められました。いや、しかし、ギラッ、体格差、大江さん、はい、これだけの体重差あると相当これパンチの威力あるわけですよね。もちろんそうですけど、あのギャビの場合はスピードもあるんですよね、はい、あれこれだけ大きいとさすがにあのパンチも蹴りもスローになる感じなんですけど、はい、ダウンを取りました。